ジッププラススリーだ。今日は久保天気さんを囲む会ということで囲まれてます。囲ませていただきます。よろしくお願いいたします。急に寒くなりましたね。なりましたね。ただまだ今週はまだマシな方で、来週からもう一段階いきますので、もう一つ下がるんですか。下がります。はい。いつ頃からですか。ええとですね、来週は今週よりも。 まるまる下がりますね。あ、来週の頭から。はい、もう。もう最高気温が一桁の日とかありましたよね。<あ>今日スタジオで拝見してましたけど。明日がそうなんですよ。明日かか。明日か。明日が雨降って、気温上がらずで。<日>東京の予想最高気温九度。うわ,最うわ、最高気温で九度。明日寒いですね。うそうだ、そうだ、明日ありました。明日さえ乗り切れば、今週まだ暖かいです。 だって最高気温と最低気温のマーク重なってましたもんね。そうなんす雨とか曇りの日、そうなるんですよね。はい。それのまた来週が一段階下がる。下がります。私あの、自分の中のポリシーで。はい、マフラーも手袋もつけないっていうのを決めてるんですよ。よ、えー、なんで。んで <laughs> いや、なんか、なんか悔しいんですよ。一番ね、手頃で、調節もしやすいし、<laughs> <ー>いいですよ、ね。なんか小学生の時に、ずっと、はい、あの年中、半袖短パンの男の子いたじゃないですか。いました。 そんな感じで絶対つけたくないんでですも、しししのののげないいいいいででですすかねやちょっっと厳ゃまこれ冬はどううててた寒さきつもタートルネックとか、それはするんだそから、手と首を出していきますというポリシーなのかなと思ったら、タートルネックはいいんだと思って。出していきますとポリシーじゃなくて、つけないというポリシーそうか。 すみません、私の意味のわからないポリシーを披露した。いや面白いよ面白いよ。早めになんか撤回というかね。つけておる。ほとんど一緒ですからね。はい。ほぼ一緒ですね。首は守ってました。そうかそうか。とクリスマスが近いということでね、あの視聴者の方からこんな質問をいただいてるのでちょっと答えていきたいと思うんですが、友達とプレゼント交換予算が三千円以内なんですが、何を買ったらいいんでしょうか。こういうのセンスがないので困りますという。 質問が、うん、3000円、うん、ということは中学高校生くらいの、ね、らいクリスマスパーティーとかで、うん、もしかしたら交換したりとかねありあったりするのかもしれないけれどそうですねあのさすがにクリスマスはあれでしたけどお互いの誕生日に学校の,その、まあ、友達に、うん。 男同士で<ー>なんか変難を送り合うっていうのがありましたね<ー>。ロシアンルーレットみたいな感じですか？いやあの誰に当たるか変なの？いやあの一人が誕生日の時に三人ぐらいでお金出し合って買うんですけど、はい、まあなんていうんですかね。僕たちが勝ったのはあの覆面マスクを買ってその人にあげて、うん、でそのの子はあの覆面マスクをかぶって運動場を一周しました。<laughs> 誕生日ですよね。誕生日ですよね。なんか罰ゲームとかじゃないですよね。面白い祝福の仕方というか。だからなんかまあ自分の時にもなんかそういうのが来て何かやらなあかんみたいな流れがありましたね。はい。マスクはちなみになんのマスクだったんですか。えっとね、あの銀行合図するみたいなここだけ。ザそうここだけ空いてるような。はえ。でそれをそのグループの中であのそれぞれの誕生日が回ってくるごとに。はい。 変なものを来るんですよ。えー、久保天気さんもそのグループの方たちからは何もらったんですか。何もらったかな。えっとパンツに蛇口がついてるやつとかもらいましたね。もう完全なるパーティーグッズじゃないですか。なの、ね <laughs> ね、雑貨店とかに置いてあるようななんか。<laughs> いやでもそういうユニークなねちょっと思い出に残るプレゼントもありですよね。まあまあね。ねそうね。えマコさん何か。 思い出あります。いや、交換会といえば、僕があの以前ジップについていたときに、それこそ額を決めて。二千円ぐらいかな、でこう演者同士で交換をしたということがあったんですよ。で、僕はもう久保天気さんと同じはず、僕も男子校で育ってきたんで。その時にしっかりとしたプレゼントを買うっていう考えがなかったんですよね。いかに、いかいや、お前それみたいなプレゼントを買うかの合戦だなと思ったんで、僕はもう二千円しっかり。 ジップの人にジップグッズ買っていったんですよジップグッズかジップグッズってジップグッズ2000円詰め合わせを買っていったんです詰め合わせしかも何か一つじゃなくて交換するじゃんでみんなななんかいない何みたいな感じで一人ずつ開けていくじゃないですかちゃんとしたおしゃれなマグカップが出てきましたとかそれこそクリスマスで使えるようなまあこチキンを乗せられるようなトレイが出てきましたと 終わったと思って <laughs> <laughs> そのたことじゃなかったですねそういうことじゃなかったです、ね、そういう感じなかったと思って、えー、あの私のジップグッズを引いた方はあの三秒ぐらいフリーズしてました、ね、<laughs> いや<ー>ちょっともらったら、うん、あのどう受け止めでしょ難しいですよね <laughs> あの番組として喜ばなきゃいけないけど本当にねそうそうそうなの、ね。クリスマスか ででもそこで確かに蛇口がついたパンツとかではなくてよかったなとはね、覆面マスクじゃなくてよかったなと思うんですけど、まあね、ダメですねやっぱそういう発想をこう社会人持ち込んじゃだめだなって思ったので、でも無難なものになってしまいますよね、うん、そうなるともう3000円以内ですからね。うん、使えるけど、役に立ってってことですよね。うんまあ、なので、それこそ寒くなってくるから、寒さ対策グッズとか、乾燥もしてくるから、喉のケアに使えるものとか。うん お、なんかアスカちゃんがバリコレで紹介した、あの、猫ちゃん型の加付きとか。あ、いいですね。水にとポンってやるやつ。はい。確かに。可愛いし。ね。使いやすいし。使いやすいし。お家にインテリアとしてもね。置けるから、いいかもしれないですね。これでは手袋とマフラーだったら、プレゼントするよ。出た。誠さんって。プレゼントもなんですか。そうなんですよ。本当に。もう。気配り、目配りの誠さんで。うん。あ、うん。 ありがとうもう ZIP! の出演者はもちろん手袋とととあありりががうう全員何かしらいただいてますしわわわーのプレゼントはしっかりあげようと思ってこれ言ってていいですか考えるんだね私同期入社の ZIP! にもいますけど北脇ぬかりや そして田辺っていうもう一人同期がいるんですけど4人で必ずお互いの誕生日プレゼントあげてるんですよあやってるんですかそうなんです<ー>まだ交換内定者時代からずっと交換し合っていてあの私の今年の誕生日に <laughs> なぜかそのメンバーにプラス誠さんが入ってくださって<ー>お掃除ロボをちゃゃんんとしてますじゃんはいいやもう先輩の威厳を見せようと思ってっ <laughs> たんですよ。<laughs> びっくりじゃないです。かいやすごいですね。そうですね。いや、あの、たまたま、石川が、番組が終わって、一緒にエレベーターに乗った時に。ああ、掃除ロボット欲しいなってつぶやいたんですよ。たまたまですよ。たまたま。たまたま、本当に。まさとさん、その後、一緒にあれかな。エレベーターに小さいテレビが打ち付いているので、それを見ながら、多分そこに。取り上げられて。なるほど。欲しいって言ってたんで。ほお。なるほど。って覚えておいて、まあ、その一か月後ぐらいかな。かっこいい。 そそれは嬉しいいでですねすいねねるももん、ね、そうだから、うん、びっくりしました、うん、同期からのものと思いきやなんか同期のその3人で買える値段じゃないよなと,ななと、うん、あれ誠さんしかもメッセージ付きで同期のメッセージカードの中に誠さんもちょっとメッセージ書いてくださっててだからプレゼントのことで迷った時はもう皆さん誠さんにいいいいやややや何をプレゼントしたらいいか聞いたら あそうですねあのだからネタプレゼントに走ることだけは本当に一回考えてからやってもらいたいそうですね難しいな難しいい時もあるけどねそうなんですよねただでちょっとね TPO をね考えてはいえ皆さんちなみに今年のクリスマスの予定もう決まってます？うちはもう家族でお寿司とケーキとチキンを食べるだいたいそれですねあ毎年そうなんですはいでうちはあのサンタさんと僕が プレゼントがあるので大丈夫です、ね、はいだからそうなんですよ <laughs> <っ>リサーチをね <laughs> <laughs> そうねだからこれぐらいからちょうど子供がこう発した言葉に敏感になってサントさんに伝えてあげるっていう,う,うサントさん伝えてあげる言うとくからねいやでも私本当に覚えてるんですけどやっぱり子供の頃ってクリスマス枕元に何があるかめちゃくちゃ楽しみにして かなって覚えて,て。うんうん、あの、二種類プレゼントされることなん。そうです。そうです。サンタさんが一つくれて、僕と、妻が一つです。素敵。はい、えー、わ、クリスマスの日は話したいけど、これ、ね。<laughs> <laughs> クリスマスのイブに届くのか。うん、いわゆるクリスマスの日に届くかって。結構分かれてません。あ<っ>まあ、サンタさんの。 スケジュール。はい。え私は配送エリアがあると思うんで。二十五の朝ですね。やっぱりそうですよね。ちゃんとしたクリスマスカード。と。なんか。あの靴下の入れ物の中にプレゼント入ってて。結構本格的な。あの。なんかメリークリスマス。っていうカード、英語で。カード。かっこいい。 ありましたねー子供の時は小学五年生ぐらいからもう図書カードになりましたねそれあのあれサンタさんからは図書カードが来るっていうのがあの五年六年ぐらいもう固まり出しましただんだとその図書カードは何に使ってたんですか漫画買ってましたね漫画はいえ誠さんはどんな感じでしたゲームソフトとかやっぱりそういうのが届きましたねそのじゃあ近辺でこう 欲しいものがこうぼそっとつぶやくといやそんなね子供の時からそうなってますよもう一回お掃除ロボットもらおうとしてますか二代目二代目もうさくれないかな次はあのちょっとあのコタツが欲しいんです聞こえませんキッチンもコタツ欲しいないや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 コタツえサンタさんサンタさんコタツくれ皆さんも ね、クリスマス欲しいものね。はい、ちょっと今から願いつつ、はい、何がもらえるか楽しみにしていただければと思います。サンタさんは来ますよ。来ます。はい、ということで、いや今日も見てくださってありがとうございました。そこのあなたこのボタンを押したり、チャンネル登録のボタンを押したり、どうぞよろしくお願いいたします。 あのお友達ご家族いろんな方にこのことを伝えるっていうのもあぜひお願いします、えー。今日も最後まで付き合ってくださってありがとうございました。それでは一緒にジップ。